ッテンザが新しくなりまして、今あの主査の脇家さんにですね、どんなところが変わったのか、まあ、大幅マイナーチェンジだということなんでお話を伺いたいと思います。脇家さん、あの大きなマイナーチェンジということですね。そうですね、あの、はい、我々はマイナーチェンジとは呼んでいません。あの、大きな商品改良というふうに呼ばさせていただいておりますけれども、まあ、マツダのフラッグシップであるということ、それからセダン、ステーションワゴンというボディならではの資質を生かすという目的を持ってですね、今回まずマツダブランドの最新のテイストのデザイン、これを織り込んだということ、それから徹底的にこだわったクラフトマンシップ、特にインテリアですね、ここに注力しております。それから、はい、もう2点、人間中心に、はい、なるほど、はい、こだわって、開発している走行性能ですね、はい、それと、最新の安全性能というところの進化、これが、注目していただきたいと思います。今おっしゃった4つのポイントがあるということですか。はい、はいはい、そうです、はい、でどうしてもあの車好きが気になるのは、まあ、外観はそれぞれあの好き嫌いもあったりもしますけども、走りはどうなってるのかなとかですね、うん、まあ、その辺の話をちょっとお伺いしたいんですけど。そうですね、はい、あの先ほど人間中心と申しましたけれども、はいはい、まあ、人が運転席に座って、はい、本当に自然な操作に車が自然に反応すると、はい、まあ、これ我々フォートレスドライビングという状態と呼んでますけれども、はいはい、これを実現したいということで、特に走安性能、乗り心地から NVH、当然走り、これらに注力しております。なるほど、はい、まあ、今 NVH とおっしゃいましたけども、まあ、このクラスになると非常に静粛性はですね要求されると思うんですけど、はい、相当シビアですよね、お客さん。そうですね、まあ普通に全後席で会話ができる状態っていうのが求められるのが当たり前ですよね。ですからそういう状態っていうのを、まあ、我々の考える、まあ、突き抜けた状態で実現するということを目指しております。はい、あの今までよく人馬一体ってこうおっしゃってましたけど、はい、この車もやっぱりそういう方向で、お考え方マツダとしては一緒なんですね。はい、一緒です。ダイナミック性能の考え方はもう常に人馬一体で、その人馬一体の考え方の、ベースにあるのが人間中心という考え方だと理解していただければと思います。はいはいはい、まあ、こっちセダンとあそこにあのワゴンがありますけども、はい、ワゴンの特徴について少し。そうですね、はい、あの今回、基本的にはセダンと同じ変更になっております。で、まあ、違うのはリアのデザインの部分だけというふうに考えていただければと思いますけれども、エクステリアの、リアバンパー、これを、セダンと同様な考え方でアップグレードしているというものでございます。まあ、非常に楽しみな、車なので、これは、ね、早いうちにぜひともしっかりあの何人かに乗っていただいてですね、インプレッションをです、ね、お届けしたいと思います。ニューアテンザでした。